福島県旗は日本の都道府県の一つ、福島県の旗。本校では旗に図示されている福島県省についても合わせて解説する。福島県省級福島県職員団章級、福島県記現在の県省と県旗は、1968年が明治100年に当たることを記念して、県内で行われた各種事業の一環として一般公募を実施し、 採用されたデザイン案をもとに、同年10月23日の建国時、福島県省及び福島県期で制定された。ひらがなの風園形に図案化し、県民の融和と団結、県政の着実な前進を表している。県期は赤み橙色を地色に、白抜きの県省をやや左上に配置している。現在の県省を制定する以前は、1956年に、 工房を経て制定された県職員団章が県賞に変えて使用される場合があった。服の旧自体を円形にデザインされた中央に県の旧自体を配したものである。初代の県旗は福島県、宮城県、山形県が共同開催する1952年の第7回国民体育大会に合わせ開催前年の1951年に工房を実施して 同年8月4日に制定された。デザインの意味は、バンダイさんのシルエットに抱かれる形で県名を、主所して躍進する県民の希望を象徴したものである。カントリーサインにおける、イメージデザイン使用例1991年3月に、キャッチフレーズ、美島、ま、福島、と共に制定され、県の公式サイトや道路に設置する、カントリーサインでは、検証に変えて多用されている。 県の空、海、湖障、河川の青、豊かな自然と街の緑、明るく輝く太陽の赤、人々の笑い声や美しい心の黄色が一つになって、コミュニケーションの輪を形成して花を咲かせるイメージでデザインされており、未来の花言葉が添えられている。ありがとうございます。